ポートモレスビー作戦は、第二次世界大戦中のニューギニア戦線において、日本軍と連合国軍とが、ポートモレスビーの支配をめぐっていった戦闘。当時は、スタンレー作戦と呼ばれ、連合軍側の名称をあやくして、前半をココダミチの戦い、後半をブナとゴナの戦いとも呼ぶ。ニューギニア島開戦後、グアムの攻略に続き、ニューブリ天島のラバウルを攻略した日本陸軍の、 南海支隊の一個大隊が1942年3月7日、サラモアに上陸し、同日に日本海軍の陸戦隊が来へ上陸した。同年5月、日本陸軍と日本海軍は協力して、ポートモレス B を攻略するため、第一航空艦隊の一部と第四艦隊で MO 作戦の実施を決定し、ソロモン諸島つらぎの攻略は妨害こそあったが、成功した。 しかし、肝心の回路によるポートモレス B 攻略を35回海戦でアメリカ海軍に妨害され、日本海軍は中止してしまった。さらに、同年6月に正規したミッドウェイ海戦における日本海軍の敗北が影響し、サモア諸島及びフィジー諸島攻略は中止されることになった。これによって、ソロモン諸島、ニューギニア方面の拠点である。 ラバウル基地は一層重要度を増した。それは、ラバウルの安全を脅かすポートモレスビーの攻略が重要性を増すのと同義であった。日本陸軍は、東部ニューギニアの応援スタンレー山脈を越え、直線距離にして220キロを陸路で進行する、ポートモレスビー攻略作戦、レゴー作戦を実施するため、新設された第17軍に南海死体を編入。 第17軍に対して作戦名を、離合研究と称した偵察を命じた。南海死体は、第55師団の一部の不評第144連隊と山砲兵第55連隊第一大隊などで編成されていたが、FS 作戦に投入される予定であった、不評第41連隊とマレー作戦に投入された独立工兵第15連隊を編入し、強化が図られた。 大本営は、理号研究の結果を待って、作戦の可否を決定することにしていた。しかし、7月15日に大本営参謀、辻正信中佐がダバオの第17軍司令部を訪れた時に、今や、理号は、研究にあらずして実行であると述べて、大本営が、陸路攻略を決定したことを通知し、これを受けて、第17軍は18日に攻略命令を出した。 ところが、7月25日に、服部拓リ郎大本営陸軍部作戦課長から、第17軍に、離合研究の結果について紹介する電報が送られた。だが、これによって辻が、独断選考によって、命令をすり替えていたことが判明したにもかかわらず、それが、問題になることもなく、作戦はそのまま実行されることとなった。一方、 ミッドウェイ海戦で勝利を収めたアメリカ海軍は逆にラバウルを奪還するため手始めに同年6月ソロモン諸島に拠点を構えようとガダルカナル島占領を目指すウォッチタワー作戦を計画8月7日ガダルカナル島に上陸したまたフィリピンを脱した南西太平洋方面連合軍司令官ダグラス・マッカーサー陸軍大将はフィリピン奪還のために オーストラリアを拠点にした反抗を計画した。そのため、オーストラリアの前哨とも言えるポートモレスビーの安全を確保することは重要であり、ニューギニア東北岸を占領するにも、ポートモレスビーの基地が重要な役割になることが予想された。マッカーサー大将は、オーストラリア軍最高司令官、トーマス・ブレーミー陸軍大将の指揮下にある、ニューギニア部隊の司令官であるバジル・モリス少将に、 ブナの確保を命じ、モリス少将は、5代39大隊を飛行場がある、ここだへ進撃させた。この第39大隊は、予備役の民兵からなる部隊で、チョコレートソルジャーと呼ばれていた。ブナゴナ地区戦闘経過。1942年11月から12月陸軍海軍、アメリカ軍オーストラリア軍この作戦は、ポートモレスビーの陸路攻略を目指して進撃した。 日本軍と防衛する連合軍の間で行われた戦いである。1942年7月21日、道路建設や偵察を任務とした横山智介大佐率いる独立公兵第15連隊機関の南海支隊の横山戦検隊が海軍の巡洋艦天竜、立田などの支援の元船の近くの五名に上陸し、ここだに向かったオーストラリア軍の 第39大隊はここだで防御を試みたが、ここだは南海支隊の先遣隊に占領された。第39大隊はここだを一時的に奪還できたが、すぐイスラバまで押し戻された。イスラバでオーストラリア軍は上り斜面に対して機関銃の陣地を置き、防御地点には巧みに障害物を設けて十字砲火を考慮した陣地の構築を行った。 先遣隊に続き不評第144連隊機関の南海支体主力は8月16日にラバウルに寄港した後8月18日にブナチクのバサブアへ上陸23日に先遣隊と合流陸路ポートモレスビーへ向けて進撃を開始オーストラリア軍に対して積極的攻撃が行われ26日にはイスラバを攻撃したが ジャングルに不慣れな日本軍の進攻は難航し、二十七日と二十九日の日本軍の攻撃にもオーストラリア軍一個、大体機関の第三十旅団は前線した。だが、南海主体主力に続いて三十日には配属の不評第四十一連隊も参戦。日本軍が数の有利を利用して迂回して侵入したため、オーストラリア軍の第十九大隊は退路を断たれることを恐れて、 退却した。日本軍の南海主体は8月31日にイスラバを占領し、9月2日にギャップ、9月4日にスタンレー山脈の峠へと駒を進め、そこで初めてスタンレー山脈の峠から先はポートモレスビーまで下りではないことを確認したが、現地の地形に関して把握しきれなかった。そして第17軍に峠へ到達したことを、 報告、9月8日には、エフォギを占領し、9月13日から、ポートモレスビーまで、約50キロのオーストラリア軍、第25旅団が陣地を敷いていたヨーリバイワの攻撃を開始した。オーストラリア軍の司令官、モリス少将は、ニコ大隊を持つ、第21旅団と、第53大隊を増援に送ったが、焦土戦略で食料をはじめとする物資を処分し、 日本軍が期待していた現地での物資確保を阻害することで進行の遅延は図れると考えた。オーストラリア軍の主力部隊は北アフリカ戦線に派遣されていたこともあってニューギニア部隊に残された手段は少なかった。さらに増援の第21旅団の旅団長ポッツ淳章はイオリバイワが戦術的に守備に適した地形であることから日本軍との決戦を イオリバイワで求めても良いと判断して退却を容認していた。ラバウルで戦況を見守る日本軍の第17軍は現地の地形について、また前線にいるホリー少将のもとへ命令が届くのに時間がかかることを全く理解していなかった。加えて第17軍が消極的命令を出したのは南海支隊主力がブナに向かう以前の8月7日。 すでに連合軍のガダルカナル島上陸を皮切りに反抗が始まっており、日本陸軍の目もソロモン諸島に向けられていたためでもあった。その上、8月23日に起きた第二次、ソロモン海戦で制空権だけでなく制海権までも失いかけていた。日本海軍は東部ニューギニアの東端に位置するミルン湾にオーストラリア軍が6月から 基地建設を開始していることを察知したため、8月24日に攻略部隊を送るが失敗し、9月3日には暗号書の処分に至った。現在のスタンレー3系中部山脈連合軍司令官ダグラス・マッカーサー陸軍大将とオーストラリア軍最高司令官トーマス・ブレーミー陸軍大将は、ポートモレスビーの攻略を恐れ、バジル・モリス少将に返しドニーラ・ラウェル中将を 東部ニューギニア部隊司令官に信任した。オーストラリア軍は予想した通り、日本軍の補給線は伸びきっており、ここだまでの道路建設も十分でなく、馬を使用しなくてはならなかった。しかも、馬で輸送できるのはここだが限度で、イスラバエは、馬でも困難であった。さらに、9月7日頃から、前線は、アメリカ・オーストラリア連合軍の空襲にさらされて、補給も、 完全に危機的状況に陥っていた。それでもなお、日本軍の南海支隊は9月13日から、イオリバイワに攻撃を開始し、15日には、東西の高地と三角山の陣地を占領し、16日にイオリバイワを占領した。ジョージ・ケニー中将を指揮するアメリカ陸軍が以後、航空軍は PE-38 ライトニングを装備した戦闘機部隊を東部ニューギニアにおける、 制空権を確保するため、全身航空隊として、ポートモレスビーに送り込み、オーストラリア軍の東部ニューギニア部隊司令官、ラウェル中将は、第21、第25旅団だけで、日本軍を阻止できると予想していたが、第16旅団もイオリバイワに送った。にもかかわらず、日本軍にイオリバイワを占領され、連合軍司令部に以下のような報告を行った。 日本軍の応援スタンレー山脈突破とポートモレスビーに迫る軍事的成功。決定的なタイミングと場所、そして兵力の優勢。日本軍の簡単な補給及び偽装という観点からの装備。イスラバ、エフォギ占領など日本軍が主導権を手にした時点での増援の兵力補充の欠如。密林における 日本軍の高度な訓練水準。シドニーラウェル中将、9月22日、東部ニューギニア戦死下し、南海主体主力ラバウル出発以前の8月7日に、連合軍がガダルカナル島に上陸して反抗が始まっており、第17軍は8月12日、東部ニューギニアだけでなく、ソロモン諸島方面も防衛するという2、正面対決を決定し、 航空機のみならず、増援部隊も、東部ニューギニアには送らなかった。そして、8月18日に、ガダルカナル島に上陸した、一機死隊の第一停弾が21日には壊滅し、9月13日の、夜半から行われた、川口死体のガダルカナル島、第一次総攻撃は失敗した。このため、ニューギニア戦線への投入が予定されていた第二、師団は、 ガダルカナル島に向けられ、ポートモレス B 層攻撃ができなくなって、しまったばかりではなく、集積されていた補給物資や航空支援もことごとく、ガダルカナル島へ向けられ、補給は止まってしまっており、モリス少将やウェル中将の判断は、誤りではなかった。第17軍は、ガダルカナル方面の対応を優先させるため、南海死体がより培わを攻撃する前に、 スタンレー3系の頂上付近を占領、事後の前進を準備せよといった命令を出した。続いて、不評第41連隊をここだ付近に集結せよという命令を出したが、命令伝達の遅延等もあり、日本軍の前進は9月16日のより倍は占領まで続いた。ホリ少将は、不評第41連隊、第2大隊を後衛にすると決めた上で、9月16日に、 次のような命令を出した。攻撃中の陣地を制圧後、直ちに防御のため占領する。一部は、イオリバイは後方の周りに下がり、食料集めを行う。可能であれば、第一線の兵力を減らして、食料輸送を行う。ホリー富太郎少将、9月16日、東部ニューギーニア戦、ホリー少将は、作戦開始前から、人員数と補給路を基準計算し、 補給の難しさと、食料を不足を理解していた。食料を不足の難解主体にとってはできるだけ早い、ポートモレスビー層攻撃が必要だった。しかし、ガダルカナル島の戦局悪化により、ポートモレスビー層攻撃はできなくなってしまった。イオリバイワーの敵陣を奪取し倉庫を探したが、オーストラリア軍は倉庫に食料を残してはいなかった。 片道分に足りない食料で進軍し総攻撃を待つ、ばかりであった。そして占領後のポートモレースーで食料を得て、傷病者の手当てをしなければならなかった。南海死体にとって、ここでの交代は過酷であった。南海死体は、食料が尽きたまま、先への不評を第41連隊主力が9月16日に、ここだに向け撤退を開始し、 また、不評第144連隊の第二大隊を、期間に1個三方中隊と1個公平中隊から、なる、スタンレー死隊を編成し、スタンレー山脈の峠での陣地づくりに先発させた。後衛の不評第41連隊、第二大隊に防御を命じ、南海死隊主力の撤退準備が行われ、9月24日に、鍵方面に向け退却を開始しここだへの集結を、目指した。 日本軍は栄養失調だけでなく、マラリアで動けない患者が多数いたため、主力の撤退開始は患者輸送を待たなければならなかった。同年中に日本軍が行った補給は9月23日の海軍機による空中投下と10月4日の陸軍輸送船による補給の2回であり、すでに日本軍側は制空権を失っていた。 マッカーサー大将が師団長以下の指揮官などを解任したため豪軍の追撃は遅れ。そして、日本軍の南海支体も、不評第144連隊長の楠瀬大佐など、マラリアにかかり、ラバウルに構想された指揮官や、転勤で内地に帰還する指揮官などがいたため、双方の指揮は一時混乱する。イオリバイワーを奪還した。 オーストラリア第25旅団日本軍の南海主隊は9月24日にイオリバイワから撤退し10月4日、ここダに到着。オーストラリア軍は9月28日にイオリバイワを奪還し本格的に攻勢を始め、はじめ10月3日にギャップに到着し、その後ギャップの陣地を包囲して浸透するように前進を行ったため日本軍の撤退は難航した。 だが、イオリバイワを先発した、スタンレイ死体は、ギャップ、イオラで地形を利用したジムを築いて、抵抗を示し、10月中旬まで持ちこたえた。しかし、アメリカ軍の第32不評師団の一部が山脈を越えて、空輸され先回りして、ブナを伺う,う形勢となった。南海死体はここだから、お指へ、さらに11月10日には、お指からも撤退し、バサブアへ向かった。 10月8日頃、物資、患者輸送の任についていた、市長隊が解体されて県体に復帰し、戦闘に加わった。この防衛戦は5日間、オーストラリア軍を阻止したが、10月10日、ジャウレ道から進撃してきたアメリカ軍の急進により、退路が立たれたため、ホリー少将が撤退を決定する。また10月下旬になると、オーストラリア軍のスタンレーへの攻撃が、激しさを増し、 南海主体は、第17軍よりギルワカワウガンまで撤退するよう命令された。これを受けて、ホリ少将は10月25日、不評第41連隊の1個大隊ほどの人員を、カギ方面に急行させ、スタンレー主体と交代し、交代は28日以降に行い31日に、ここだえ、到着するようにせよ、と命じた。ギルワカワウガンまで、 撤退の命令ではあったが、堀井少将はここだ周辺の平原を容易に明け渡すことを憂慮し、ここだの後方ごらりの南部で進行阻止を決断した。そして、海岸防衛のためく虫川を越えて退却していた、塚本初を中佐指揮の不評百144、連隊の二個大隊を呼び戻し、及びの防御に適した高地を占領して防衛線を構築した。 スタンレー主体と交代した、不評第41連隊の一部、小井光雄少佐以下16人の後衛部隊は、イスラバで小抵抗した後、先の退却指示通り10月31日に到着すべくここだに向かったが、防衛線の構築を知らされるとお指に向かった。追撃するオーストラリア軍は、イスラバで二手に分かれここだとゴラリの二方向から、強撃する構えを見せた。 11月3日には、オイビゴラリ地区に、オーストラリア軍が到達した。退路を断たれた、南海主体は、一旦、オイビゴラリに立てこもったものの、すぐに撤退を決定した。オイビとゴラリの間にあるルーニ川の一本の釣り橋を、めぐっては激しい戦いが続き、前進しようとするオーストラリア軍は、対岸の日本軍の狙撃兵によって、オイビから後退する日本軍は、 オーストラリア軍の仕掛け爆弾によってどちらもなかなか橋を渡ることができなかったが、オーストラリア軍が川を遡って設置した仮設橋を渡って対岸の日本軍の背後をついたため決着がついた。11月10日には、オイビゴラリからも撤退しピンガ経由でバサブアに向かった。だが10月15日オーストラリア軍に暴風が占領され、ワイロビから進出してきたオーストラリア軍。 第25旅団が粉に達していた。オーストラリア軍は、ワイロビに歩く虫川の橋を確保し、バサブア、ギルワにも浸透してきており、南海支隊はピンガーで激流の空、虫川とかとゴナへの退却で、多数の行方不明者を出し、敵味方が、バサブアギルワ地区で入り乱れた。撤退の途上南海支隊長、ホリー少将は11月19日カヌーで空、虫川を折りカイ路ギルワへ向かったが、 突風に煽られて、カヌーが転覆し、重卒へ、堀井はここで死んだと伝えてくれ、天皇陛下万歳と言い残して海中へ没し,した。この頃から、日本軍の部隊は分散してしまい、20日にバサブアの日本軍は包囲された。この戦いは、日本軍のポートモレスビー陸路攻略作戦の、 拠点であるブナ・ゴナ地区の攻略を目指して進行してきた連合軍と防衛する日本軍の間で行われた戦いである。撤退してきた南海主体主力はブナ・ゴナ地区において工兵や市長兵などの支援部隊やミルーン湾から撤収してきた安田義達率いる海軍陸戦隊によるブナ守備隊と合流した。ブナ・ゴナ地区はブナ・ギルワ・バサブアの3拠点から成り立っていた。 山脈を越えて行われた戦闘アメリカ軍第126連隊の第2大隊は、陸路10月25日ジャウレに達し、ジャウレ道からブナ地区を目指した。第126連隊の第1大隊は11月8日、ファサリに空輸され、ファサリからポンガニへ向かい、ポンガニには、第126連隊の第3大隊も空輸され、揃った第126連隊の2個大隊は暴風へ、 進撃し、東から大きく遠回りして、日本軍の側面をつく手はずを整え、東部ニューギニアの北海岸沿いにブナを目指す、進行路も起とした。11月16日、オーストラリア軍の一個大隊が、小型戦車、トラックブルトーザーと共に、オロワンに上陸しワニゲラ飛行場を占拠した。確保されたワニゲラ飛行場へ、アメリカ軍の第128連隊と、 オーストラリア軍のニコ中隊などがポートモレスビーから空輸され、第128連隊は11月21日にブナ東側の陣地に達し、飛行場を防衛する日本軍の攻撃を開始した。この戦闘はニューギニアに上陸したアメリカ軍地上部隊にとって初の地上戦であったが、ほとんどが周辺部隊であり、連土などに問題があった。日本軍やオーストラリア軍が不評による 接近戦をよく行ったのに対して、アメリカ軍は迫撃砲を延々と打ち込みながらの前進であった。また命令の誤殿たちや誤爆の頻発、特にアメリカ軍の指揮官に同性同盟の者がいたことによる混乱などが起きたため、オーストラリア軍の部隊日誌には、マッカーサー指揮下のアメリカ軍について、見るに足えないくらいの無能と評価された。アメリカ軍は支援のため、 ミルー湾から露角した、大発動艇に戦車を乗せて輸送しようとしたが、重量の見積もりのミスによって、戦車もろとも解没してしまった。マッカーサー大将は、第32不評師団、第41不評師団を機関としたアメリカ陸軍、第1軍団の軍団長、ロバート・アイケルバーガー少将に、ブナを奪え、さもなくば生きて帰るなと懸命し、12月1日ブナへ、派遣した。また、 マッカーサー大将自身もオーストラリアからポートモレスビーに移り、アメリカ軍は総攻撃の態勢を整えた。ブリズベンから進出してきたアメリカ陸軍の前進航空隊はブナゴナ地区への空襲を強化しつつ、ポートモレスビーやラビの基地から偵察機を飛ばしてダンピール海峡を厳重に監視し、日本軍の増援部隊上陸を妨害した。また、 日本軍がそうだったように連合軍も補給線が伸びて、スタンレイ山脈の存在が輸送を困難にさせていた。海上も日本軍の空襲を受け安全ではなかった。そのため、この方面に展開するアメリカ・オーストラリア軍航空隊は空中投下を頻繁に行い、ココダの飛行場を占領した後は飛行場を整備した上で、ココダへ食料、武器、弾薬を空輸させた。 ソロモン諸島及び東部ニューギニア方面はこれまで第17軍が管轄していたが、この方面の戦況の悪化を受けて、大本営は11月16日、第8方面軍を新設し、第17軍は第8方面軍の下でソロモン諸島に洗練させることにした。そして第8方面軍の下にニューギニア方面を担当する第18軍を新設した。最初の増援は、 第17軍参謀長、宮崎周一少将の指揮により、駆逐艦五席で行われた。不評第144連隊公認連隊長、山本重賞大佐指揮の不評第144連隊補充員及び山砲兵一歩中隊と、第38師団の不評、第229連隊第3大隊で編成された。約1500人は11月18日無事パサブアに、 上陸しぶなにむい,い、21日には約800人の南海支隊補充員がパサブアに上陸した。22日には独立混成第21魚団のニコ大隊がラバウルに到着した。そして11月26日に第8方面軍の搭水発動がされ、その後は第18軍の指揮により駆逐艦輸送が行われた。 最初の増援は11月28日に駆逐艦4隻による陸兵輸送作戦を実施するが29日昼間にダンピール海峡で B-17 の空襲を受ける。白炉が大破、県運も資金弾で損傷、輸送作戦は中止された。翌月の12月2日には駆逐艦4隻がバサブア白地まで侵入したものの空襲を受け移動し、 山形強少将と独立混成第21旅団のうちの425人のみが北西の串無川川口付近に上陸した。だが、この際にも空襲で揚陸した食料などの資材を全損する被害を受けた。増援が難航し、串無川川口付近に上陸し、バサブアに向かった山形少将式の独立混成第21旅団も遭遇したオーストラリア軍に敗退し、 バサブアにつけなかった。12月8日には、バサブアの日本軍陣地は、オーストラリア軍、第25旅団の攻撃で占領された。臨時道路構築隊長、山本常和詳細課の妊婦や高砂義勇隊など、非戦闘員中心のバサブア築隊、約500人は全滅した。12月8日早朝、第19築隊司令。 安倍敏夫大佐指揮下の駆逐艦6隻は、船輸送を実施するためラバウルを出撃する。8時15分、飛来した B-24 を、味方機と誤認した朝潮は、空襲を受け完備に、資金弾となり、2番、3番砲塔損傷、中破した。慶順、天竜が救援に向かう中、外南洋部隊の加齢に従い輸送駆逐隊は、反転した。 磯波も資金団で勝破した。12月11日夜、駆逐艦古隻は、ブナ輸送のためラバウルを出撃。14日のブナ揚陸は成功したが、空襲で、荒オは、数名の死傷者を出した。同日夜、輸送隊は、ラバウルへ戻った。12月9日のバサブア守備隊全滅後、南海支隊公認支隊長、小田検索陸軍少将,将と独立混成第21。 旅団司令部要員を含む約870人が12月14日にブナ地区から90キロほど北西のマンバレー側川口付近への上陸に成功した。ただ制空権をアメリカ・オーストラリア軍が握っていたためマンバレーからブナ地区への大発動艇による移動は困難を極めた。小田少将は20日にようやくギルワにつきホリー少将なきアトシ隊長代理として指揮していた。 独立公平第15連隊長、横山義介大佐から南海支体の指揮を引き継いだ。バサブは、ブナ守備体玉再ブナの日本軍を攻撃する連合軍の M3 系戦車。1943年1月2日兵力に劣るにもかかわらず、日本軍は粘り強い抵抗を見せた。現地のオーストラリア軍は以下のような電報を送った。 ジャップは死ぬまで抵抗をやめることなく、そのために我が軍は多くの損害を出しつつあり、いずれの側かが完全にゼロになるまでは勝負はつかぬ。様相を訂せり、オーストラリア軍第16旅団と第25旅団は激しく消耗し、第21旅団と第30旅団が交代とした。航空支援の効果が十分でないと考えた連合軍は不評に対して、 支援をより密接に与えるため、オーストラリア軍のブレンガンキャリアを投入した。オーストラリア軍は12月5日に攻勢をかけたが、日本軍の反撃により、ブレンガンキャリア部隊は壊滅し攻勢は失敗した。12月9日に、バサブアが陥落した。12月15日に、やっと現地に m 3軽戦車が到着した。12月の末、ブナの飛行場はついに、 アメリカ軍とオーストラリア軍に奪取された。わずか十数人になったブナの日本軍守備隊は、翌年の1月2日に壊滅した。11月18日上陸の増援部隊を率いた、不評第144連隊公認連隊長の山本重賞大佐と海軍の横須賀第五特別陸戦隊司令の安田、吉達大佐は壮烈な戦死を遂げた。米国交換戦死をして、 世界第一の猛刀と言わしめた。ブナから奇跡的に生還した日本側の生存者によると安田義達大佐は数人の司令部要員と共に万歳突撃を仕掛けたものの戦士。山本重症大佐の死は以下のような劇的なものだったという。早朝号を出て集中射撃してくる敵に向かって日本語のわかるものは前に出るようにと叫んだ。すると、 この日本語が分かったらしく、敵の射撃が止んで静かになった。山本連隊長は、落ち着いた声で敵に話しかけた。今君たちは、勝ち誇っている。物資をやたらに浪費して、我々を圧倒した。我が軍は一発の弾丸といえども、粗末にはしなかった。今に見よ必ずや日本が勝利を得、正義が世界を支配するに至るであろう。私を撃つのはしばらく待て。 日本軍人の最後を見せてやるからよく見ておけ。大日本帝国万歳。万歳。万歳ここで切腹され、さあ撃ってよろしい。そこで敵の一斉射撃が起こり、戦死された。オーストラリア側の証言によると二人の将校が、号から出てきて、数とは物陰へ去った後に、自決、もう一人は投降の呼びかけを無視して三度対応に、祈った後、オーストラリア軍部隊と向かい合った。 オーストラリア軍将兵が10数えるうちに降伏するように伝えると日照記を胸に当て9まで数えたところで撃ってと叫んだので射殺したとのことである。日本側指揮官の山形少将は独立混成第21旅団の一部を引き大発動艇でブナに向かったがアメリカ軍に包囲されたブナの守備隊とは連絡が取れなかった。増援部隊等の守備隊1500人と海軍の 陸戦隊400人及び非戦闘員中心の設営隊600人の合わせて約2500人のうち陸軍の180名、海軍の190名がブナを脱出、捕虜となった者が50名程度であり、戦死者は2000人を上回る。ギルワ陥落とブナゴナ地区での戦闘の終結ブナゴナ、地区戦闘経過。百四十三年一月最後の取り出となったギルワは、 海岸と中央区の間を分断され、1943年1月14日に第18軍は空虫川口への撤退を命じ、15日には南海市体幹部は海岸の陣地に交代した。そして、傷病者の構想に当たっていた横山義助大佐率いる独立公兵第15連隊が17日に海岸の陣地から撤退し、山形少将は18日に 全軍撤退を通達した後19日に、独立根性第21旅団を率いて撤退した。同19日、南海支隊長小田少将は、中央区の陣地の南海支隊主力に、戦勝者を残して撤退させる命令を出し自らも、撤退しようとしたが、独立公兵第15連隊と独立根性第21旅団が、すべての集停を使って撤退してしまったため集停が、なく、 南海支隊幹部は撤退できず、小田少将は山形に裏切られたと憤慨した後、参謀の富田義信と共に自決した。内陸の陣地にいた部隊は陸路であったため撤退は困難を極めたが、小田少将からの命令に従って20日夜に中央区の陣地から撤退した小祝三津尾少佐指揮の南海支隊主力は落語者を出しながらも空虫川口に撤退できた。 南西区の陣地の不評第144連帯主力は塚本中佐の判断で撤退命令を待たず12日に独断退去したが壊滅的損害を被った21日にオーストラリアアメリカ軍がギルワ陣地に突入し中央区では歩くことができず脱出はもちろん自決もままならないほど衰弱した者が抵抗を試みたものの占領され 約70名の日本兵が捕虜となった。これによりブナ地区の戦闘は終結した。一方、マラリアによる戦病者も多数発生し、連合軍側の損害もオーストラリア第30、旅団が半減するなど軽微なものではなかった。だが、連合軍兵士はほんの軽傷でも、戦線から離脱しており、ほとんどが戦死戦病死の日本兵の損害は、比較にならない。 1943年2月9日、大本営は、ブナ付近に停進せる部隊は、貨幣よく敵の必要なる反撃を劇場しつつありしが、その任務を終了せしにより、1月下旬陣地を撤死他に、転進せしめられたりと発表したが、実際には、上記の通りブナ地区の日本軍守備隊は全滅しており、虚偽の発表であった。ただし、同方面における、戦闘の実情は、 陸軍の報道範囲によって概ね正確に報じられており、最前線における日本軍の苦境は日本国民にも広く伝わっていた。ありがとうございます。